周平、俺恋したわ。お、どうした急に。さっき何の気なしに入ったカフェに天使がいたんだ。俺はその天使に恋をした。何、天使を見た？埋葬されたのか？違う、そうじゃない。天使に見えるくらい可愛い子がいたって話をしてんだよ。マジで？うん、俺初めてかもしれない、ガチの一目惚れって。はあ、可愛かったな。そんなに可愛かったの？マスクしてたからわからないけど、あれはマスク取っても可愛い。これは言い切れる。根拠は？俺の長年の勘。根拠ゼロでクソ。で、連絡先とかは？もちろん聞いてません。終わりじゃん。わかってないな。何がだよ。いきなりすぎても無理なわけじゃん。まあ、それもそうか。だろ？俺がイケメンだったらそうする。でも現実は違うわけじゃん。もう現実はひも手の童貞野郎だもんな。そこまで言うな。他人に言われたら傷つくんだよ。すまんすまん。で、その子名前は何て言うの？東條さん。下の名前はまだわからない。東條さんか。絶対可愛いな。だろ？何歳くらい？多分大学生だとは思う。顔は幼いから高校生にも見えるけど、多分大学生だと思うわ。高校生だったらアウトじゃん。うん、だから大学生と願ってる。間違いない。で、どうするんだ？通い詰めて常連になる？それで顔を覚えてもらうのがベストだよな。うん、間違いない。ちょっと考えてみるわ。お、楽しみだからレポよろしくな。はいよ。一週間後。報告します。お、東條さん関連？もちろん。進展あり？いや、進展はない。じゃあ何の報告だよ。作戦を思いついた。作戦？そう、その名もバイト作戦。バイト作戦？俺考えたんだよ。いくら俺が常連になったところで東條さんとは仲良くなれないと思うんだ。仮に連絡先を渡せたとしても鼻で笑われて捨てられるのがオチだ。確かに。そこで刊行されるのがバイト作戦だ。おお。これは俺が客ではなく従業員として相手の根城に突入する。マジかよ。何、お前そこで働くわけ？はい、ちょうど仕事も探してたし、このバイト作戦は一石二鳥なんだよ。まあ確かにそれはそうだけど、今の時代業務連絡は LINE だろ。これで金をもらいつつ東條さんの LINE をゲットできる。これがバイト作戦だ。時代が時代なら俺は諸葛亮だな。どこがだよ、ただのストーカーだろ。全然違うわ、健全だろ、どう考えても。で、面接には行ったのか？すでに連絡しており、明日赴く。そういう仕事は早いんだな。てか、なんでさっきから言葉遣い変わってんの？令和の諸葛亮でござるからな。それでは追って連絡する。諸葛亮そんなんじゃねえわ。数日後。バイト受かった。マジかよ。週5入れるって言ったのが何よりでかかった。暇すぎるだろ。うるせえ、俺はかのバイトするためにあえて時間を作ってたんだよ。はいはい。そしてさっき従業員連絡用のグループラインを見たら、いました、愛しの東條さんが。かわいいかわいい東條七海が。ああ、こんな変態男に下の名前まで知られるなんて、東條さんは本当にかわいそうだな。うるさい。今すぐにでも LINE したい。てかこれ勝手に追加したら向こうに通知とか行く感じ？知らねえ。調べてくれ。自分でやれよ。そんな時間はない。今だろ。忙しい。恋のチュチュチュ作戦の立案でこっちは手がいっぱいいっぱいなんだよ。また変な作戦企ててる。なんだよチュチュチュって。それはキスだよ。だとしてもせめて1回にしろよ。バカだな、キスってのは3回するんだよ。どんな童貞知識だよ。てかアイコンは？ん？東條さんのアイコンだよ。これだけプロモーションされたらだんだん俺も気になってきたわ。なんだよ、お前もやいやい言いながら俺の七海狙いか？そんなんじゃない、ただ気になるだけだ。でも残念だったな、アイコンは顔が写ってるやつじゃない。マジか、可愛い子って自分の顔をアイコンにするんじゃないのか？確かにそのセオリーは聞いたことある。だから俺も期待したんだ。その点にはがっかりしたが、逆に俺の中で高評価になった。どういう意味？アイコンを自分の顔にする女って絶対自分のこと可愛いと思ってんだろ。なんかそこが冷めるんだよな。おお、それはちょっとわかる。だろ？七海は顔は超可愛いくせにアイコンを自分の顔にしない。はい、今のところ120点です。お前が点数つけるな。俺だって点数つける権利くらいはある。しかも明日が俺の初出勤で、なんとなんと七海もいます。行くわ。はい。俺も七海ちゃんの顔見たい。だからその店行きます。お前も暇じゃねえか。うるせえ。翌日。初出勤疲れた。でどうだった、七海は。ガチで可愛かっただろ。想像のはるか上だったわ。だろ、
あれは可愛すぎるわ。いや、ほんと、マジ天使。いや、マジエンジェル。君一緒だろ。てか、やっぱりここで働いてよかったわ。なんで？ここのバイトって飲食店だから、勤務が終わったらバックヤードとか、お客さんが使ってた席でまかないを食うんだよ。おぉ。で、食事するってことはさ、必然的にマスク外すわけじゃん？うん。その時に確認しました。完全に美女でした。マジか。3メートルという近さから拝見しました。それは普通に羨ましいわ。声まで可愛かった。もう150点だよ。録音は？してるわけねえだろ。てか LINE したいんだけど、どうやってしようかな。え？普通にすれば？いや、急に来たらキモくないか？まあ、警戒はするだろうけど、初出勤なら LINE しやすいだろう。これからよろしくお願いしますとか。お前、天才？普通にわかるだろう。俺にはそんな作戦思いつかなかったわ。とりあえず、諸葛亮はもう名乗るな。はい。じゃあ、ちょっと初 LINE してきます。おう。3時間後。どうも、岩田康介です。東條さん、七海ちゃん、どっちで呼べばいいかな。とりあえず、初出勤お疲れ様。これからもよろしくお願いします。岩田さん、お疲れ様です。どっちでも呼びやすい方でいいですよ。初出勤お疲れ様です。お、返信ありがとう。じゃあ、七海ちゃんの方で。皆さん、そう呼んでくれてます。これからよろしくお願いします。うん、よろしくね。1分後。周平、やばい、泣きそう。今何したら秒で帰ってきた。あ、もうやばい。やるじゃん。スクショしたわ。それは容量の無駄だろう。てかマジでバイト作戦最高かもしれない。だってこんな早く LINE できたんだぜ。普通はありえないだろう。だな。しかも俺、ナナミちゃんって呼んでる。え、もう下の名前？はい。で、20日以降もシフトに入ってるから大学生以上だわ。なるほどな。嬉しいけど、なんか悲しい。なんでだよ。どこか JK を期待してた。キモすぎ。とりあえず距離詰めていく。目標は今年の夏花火大会に行って告白。行けるか？行けるかじゃない、行くんだよ。数日後。ナナミちゃん、今日もシフトお疲れ様。大学生なのに偉いね、ちゃんと働いて。本当に尊敬する。岩田さん、お疲れ様です。いえいえ、全然です。働いてるの回数も少ないですし、逆に岩田さんこそすごいですよ。週に5日も入るんですよね。そうだね。早く研修抜けて戦力になりたいから頑張ってる。すごいです。あ、七海ちゃん、もしシフト変わりたいとかあったら俺に言ってきてほしいな。え？まあほぼ毎日出勤してるから力になれるかはわからないけど、大学の授業で忙しい時とかには俺が代わりに入ってあげるからね。嬉しいです。あんた急に行けなくなる時もあるので、そう言っていただけるだけで本当にありがたいです。うん、何度も言ってね。ありがとうございます。1時間後。周平、人生はわからないぞ。諦めかけた時にこそ上を向いて笑った方がいい。そこに幸せがあるかもしれないから。どうした急に。俺にないと思われてたチャンスが突如訪れてきたんだよ。もしかしてナナミと付き合えた？バカ、それだったらもっと騒いでるわ。じゃあ何なんだよ。ナナミはかなりいい子だよ。俺がシフト変わりたい時はまず俺に言ってくれって言ったんだ。おお。そしたら、ありがとうございますって丁寧に言ってくれたんだ。当たり前でクソ。違う、全然違う。実際に LINE とか会話したらわかるよ。あの子はかなりいい子だ。はいはい。で、来週またチャンスがある。何？俺と他数人が同時期にバイト入ったから、それの歓迎会みたいなのがある。俺はそこでナナミの横を死守する。夏も近いし、露出の高い服だったら最高なんだけどな。絶対いい匂いするよな。ああ、今から楽しみだわ。キモすぎる。でも露出高い服だとは周りの連中にも見られるから、それはそれで困るんだよな。あー、ジレンマがやばいわ。とりあえず頑張れ。犯罪者にはなるなよ。ならねえよ。1週間後。ナナミちゃん、歓迎会お疲れ。調子乗ってお酒飲んじゃった。俺、変なこと言ってなかった？言ってたかな？言ってないよね。大丈夫でしたよ。本当？なんか覚えてないけど、いつの間にかナナミちゃんが隣にいたわ。てかナナミちゃん可愛いよね。ほんと可愛い。モテるでしょ、学校とかで。ええ、普通ですよ。嘘だ、絶対モテるよ。あれ、出れない？ナナミちゃん？おーい。家ちゃんと帰れた？ちょっと俺心配だな。翌日。ダメだ、やらかした。うん、どうした？
昨日の歓迎会で酒飲みすぎてそのままの勢いで LINE しまくって、朝見ても既読無視されてる。一気に地獄見ててくそ。どんな LINE したんだ？見せたくない。セクハラした？それはしてない。でも踏み込んだ感じで言ったらなんか避けられた感じ。マジでミスったわ。どうするの今後？一応謝罪してみる。なんとか信頼回復してみせる。もともとは慕われてたわけだし全然大丈夫だとは思うけど。翌日、ななみちゃん、この前はごめん。久々にお酒飲んで暴れちゃった。本当に申し訳ない。岩田さんお疲れ様です。 LINE 返せてなくてごめんなさい。ちょっとプライベートが忙しくて。ごめんね、どうしても謝りたくて。全然大丈夫です、気にしてませんので。ありがとう。それでね、お詫びがしたいんだ。お気になさらず、お詫びなんてとんでもないです。それじゃあこっちの気が収まらないんだ。来週の月曜日ってお互いバイト休みだよね。そうですね。お肉と魚どっちが好き？俺がご馳走してあげるから何か食べに行かないかな。もちろん俺はお酒飲まないよ、さすがに反省はする。どっちがいいかな、やっぱりお肉？お気持ちだけいただきますね。遠慮しなくていいよ、バイト代は結構入ってきそうだし、お金の心配ならしなくていいよ。いえ、そういうわけではなく。大学生って普段贅沢できないでしょ、だから俺に頼って。俺もななみちゃんに謝罪したいし。その日友達と遊ぶんです、なので行けなくて。そういうことか、じゃあ別の日にしようか。それ以降で空いてる日ある？ちょっと厳しそうです。じゃあ来月になるか。事前に日程決めたいから、どこが休みか教えて。数日後。ごめん、今忙しいかな、食事の日程決めたい。おい、ななみ？翌日。謝りたいんだけど、怒りそうだよ。ななみ、どうして連絡返さないの？社会人の常識だよ。ななみはそんな子じゃないだろ。俺がお金出すって言ってんだから、せめて連絡くらいは返してね。お疲れ様です。あ、やっと連絡来た。ごめんね、ななみちゃん。ちょっと怒っちゃった。本当に怒ってるわけじゃないからね。で、いつ行けるかな？いい加減にしてください。え、何回連絡してくるんですか。無視すれば察してくれると思ってずっと黙ってたんですけど、言わなきゃダメですか。どうしたの、ななみ。どうしたのじゃありません。なんでずっと電話してくるんですか。それはななみが好きだからだよ。知ってます。知ってるなら連絡返してよ。俺がこの数日間どんな思いで。それはこちらのセリフです。好きでもない人から一日中 LINE の通知が来るんですよ。恐怖以外の何者でもないです。バイト先のスタッフなのでブロックすることもできないし、本当に怖かったです。付き合ってください。よくこのタイミングで告白しましたね。無理に決まってるじゃないですか。本当に好きなんだ。俺は最初は客だったんだ。はい。七海に一目惚れしてどうしても付き合いたい、そう思ってこのバイトに入ったんだ。お願いだ、一週間でいいから俺の彼女になってくれよ。マジで気持ち悪いです。だいたいなんで？俺悪いことしてないのに、なんでこんなに言われなきゃいけないの？35歳だからです。え？私は20歳大学生です。それに対してあなた35歳ですよね。だからなんだよ。15歳も下の人によく告白できましたね。それに私普通に彼氏いますから。は？騙したな。騙してません。とりあえずこの LINE 店長に共有します。は？やめろよ。嫌です、気持ち悪いので。待てよ、ナナミ。好きだよ、ナナミ。愛してるよ、ナナミ。後日談。こんばんは、岩田康介です。この後、店長はじめバイトのみんなにこのことがバレてしまったので飛びました。本当に好きだったので残念です。15歳差は確かに抵抗あるかもしれません。でも、女性って年上好きな人多いですし、付き合ってる人もいますよね。早く童貞を捨てたい気持ちもありますが、誰でもいいわけじゃないんです。ナナミはそれにふさわしい人だっただけに非常に残念です。ちなみにこんな恥ずかしいことは誰にも言いたくなかったので周平にも伝えておりません。どうせこうなるくらいならもっと責めたことすればよかった。そう思いますよね。